上に輪っかがあるな。バルブを見逃しちゃダメよ。けだな。これは扉？また水位が下がったぞ。はあ、いちいち面倒ね。もう終わりだといいんだけど。左を見て、通路を何か大きいのが塞いでいるわ。すげえな、扉が開いたぞ。スイッチの他にもこんなものまであるのか。手が込んでるわね。なんだてめえら。フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがったわ。そうか、てめえらか。
子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。いきな、いいだろう。相手俺はこの島一のスーパーナオ。そうだ、俺は人呼んで、フランキー。おう、おめえら全員覚悟しやがれ。竜巻どってことはねえ。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピスト。くそ、クードバーン。よっと、おりゃ、やってやる。サンダーボルト、ジェット。くそー、いけるか。そこだ。俺様の技術力、クードバーン。まだまだ竜巻。やりやがったな。その程度だ。おら、その程度だ。どうってこっちゃねえ。これだ。私なのよ。サンダーボルト、ジェット。やりやがったな。三刀流三千世界。やりやがったな。こいつ強えな。ゴムゴムのジェットバズーカ。やった。ちょっとこっちによこさないで。俺様の技術力、その味わわせてやる。サンダーボルト、ジェット。やった。おりゃ、うわ、負けられねえよな、こんなところでよ。あとはお願い。俺の番だな。やらせねえ。すぐ行く。やりやがったな。
けるか。次はどいつだ。このくそ。アームポイント確定。ロゼオン。俺様の技術力、その味わわせてやる。いけるか。いくぞ。どう。邪魔だ。いくぞ。邪魔だ。うわ。どけ。うわ。おいお前。マナーがなってねえの。こりゃ。やっべえな。クードバーン。やるのは嫌だな。やるじゃねえか。おりゃ。きっちり勝った。みっともねえな。こっちのフランキーもすっげえ頑丈だった。後ろからの攻撃には弱いがな、狙撃キングに針を刺された時めちゃくちゃ痛がってた。海の一流コックは。待て、お前ら！ウソップ！そうか、おめえらが小僧兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。どうしたの？いや、何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を通して守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した？あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前は鳩のやつ。なんだお前は。気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったらアイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ、後のやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う、そして得た力が6つの超人的大義。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。アームポイント確定。ロゼオン。いけるか。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットピストル。展開。尻肩をつけるとするか。竜巻。これからだ。どうってことはねえ。ははは。
たまらんな。いけるか。待ってろ、今行く。はっ。おい。ふん、乱却。俺は諦めねえぞ。これでみんな直せる。ありがとう、チョッパ。おう。ああ。てめえ。マナーがなくてめえ。やりやがったな。まだまだ。だ。まずは飯だ。いたたたたたた。たまらんな。たまらんな。怖くなんてねえぞ。待ってろよ。今助けるからな。くらえ。てめえ、おりゃ。くそ。おりゃ。ふん。切りがいがありそうだ。三刀流奥義三千世界。これからだ。そうや。そうや。ぶっ飛ばしてやる。乱却。よっと。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。てめえ、なめんじゃねえ。やりやがったな。きっちり肩をつけるとするか。そこをどけ。勝つつもりか。
けんな。効かねえな。よし、行くか。二刀流、よい。羅生門、大したものだ。待ってろよ、今助けるからな。そのまま待ってろ。これからだ。待ってろ、今行く。俺に勝つつもりか。まだ倒れないぞ。なんだと。あの地獄の2年間に比べたら、マリモのやつには待って。技のキレが戻ってきたか。なるほど、ただのチンピラではないよ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。わあ、ルフィ。ルフィ。お前何してんだ。違う。ルフィ。行くぞ、アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします。さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。後のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり
世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当ての…エニエスロビーか。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。みんな急いで町に戻りましょう。あいつらが町を出る前に追いつけるならそれに越したことはないんだから。ロビンちゃん、体…え、もう大丈夫。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ。ありがとう、チョッパー。心配かけた。ロビン、ここにハトのやつが来なかった。いえ、来てないわ。ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に。ここに来る途中、町の人が政府の専用の…もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追おう。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今…どうしよう、ルフィ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。もよし、おっさんのところに行こう。ロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？私の商品に気づかれると面倒になると思ってそっと抜け出してきたの。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったわね。
おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったよな。上だ、上。てめえは黙ってついてくれ、いいんだよ。おっさん、エニウスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。ルッチの覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、フランキーのやつを連れ、俺は仲間を奪い返す。お前らサイファーポールのエージェントを打つのか。間に合わんだ。やつらはすでに海列車でエニエスロビーに向かっているだろう。そして今はアクアラグナが迫っている。まあ船だと出せんな。頼むよおっさん、仲間がフランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ町に残ることを決断するのだ。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでおるか。分かった。アクアラグナを越える手段がこっちだ。ついて。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに行けば鳩の野郎を。ああ、試作品の海列車が命の保証はできねえしようもな。それでもいい。俺たちは必ずウソップたち。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ。そうか、ありがとうか。とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、分かった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあ、しかし久しぶりにここへ来たな。
ここ他の場所よりくせえぞ。8年間放置していた場所だからな。悪いが我慢してくれ。ここまでひどいことになってるとは。こっちにも変なのが嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかは細部まで点検しておいた方がいいだろう。
たか。まったく無茶な。ん？なんだこの。お前なのか。俺を。なんだよ、アイスバーグ。てめえ、突然現れたと思ったら。そうか。お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい。お前らも手伝え。はあ？ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。あなたにとって。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっと、ルフィ！おい、ルフィ！死ぬかと思った。なんだ前に来た時。そうか、まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ。行く。おう、敵が多いよね。さすがエニエスロビーだわ。キャッ！後ろに回り込まれたんじゃ。どうするルフィ。
そこにあるそこだ見せぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガソリンだ。待ってろ。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ザンダーボルトどうした。パーティーテーブルキックコーン。任せろ。これだ。竜巻。いやこれだ。いってお前らに任せた。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットウィン。まだまだ。サンダーランス天砲。ボーショット。効かねえな。ゴムゴムのブレット。そっちけ。一刀流シッソンソン。行くわよ。サンダーチャージ。ゴムゴムのジェットピストル。これだ。ボーショット。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。みんなの役に立つ。仕方ねえ、引き返すぞ。おお、だがこの死ぬけ。正義の名のもと。ああ、好きにしろ。よろしい。あら、ということで。だから確認す。よし、行くか。竜巻。ザンダーボルテンポ。今行く。おら、その程度だ。待ってろ、今行く。これその程度だ。やらせねえ。すぐ行け。これだ。てめえ、俺やるな。効かねえな。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットピストル。これからだ。
これだ、俺がやる。その程度だ。やば、抜けんな。どうってこっちゃねえ。切り替えがありそうだ。竜巻。行って。待ってろ。今行く。だ。これからだ。まだ上がってねえの。まずいわね。やば。その程度だ。しまうぞ。よし、古代だ。待ってろ。なめんじゃねえ。きっちり肩を切る。ビビってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。俺の方が。やった、これで通れるようになったな。よし、回り込んで先に進むぞ。それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があったはずよ。よし、じゃあ下行くぞ。おーい、どこだ。ウソップ、フランキー。行くぞ。
行くぞ。行くぞ。俺に任せろ。うわ、びっくりしたな。行くぞ。帰りは大丈夫かしら。とりあえず先に進みましょう。こっちからは無理だ。どうにかして後ろに回り込まねえと。俺に任せろ。やった、中に入れたぞ。おや、上に通気口があるな。よし、俺に任せろ。よっと。ん？こっちはなんだ。よし。俺に任せろ。俺に任せろ。本がたくさんあるぞ。よし。
ロビン、どうした？この本、背表紙にワッフル。ずいぶんと古いわ。そうね。こんな古い本が残っているなんて、考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なの？政府にとって都合の悪い本をなぜ処分？歴史がどこまで知られてるか、彼ら学者が何を調べているのかを把握するためでしょうね。不都合な歴史か。それで？ワッフルドの成り立ちを調べたものみたい。効果か。その日、新世界の外れで突然島が出現するという事件が、目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし海底火山の噴火や地下、多くの事象が物語る。ワッフルドの近海に群生する巨大な古代種の藻類が、なぜ空から島が降ってきたのか。海図と照らし合わせるなら、その場所はワッフルドは空から降ってきてできた島。不思議島ってことか。あら、何かあるわね。こいつ、意表をつかれた。その辺の連中、この奥へ進まれたとあっちゃ、かい。じゃあ、止め。支援フルール、デルフィニウム。あれ、なんだか減った。これは一筋縄ではいかなそうね。しょうがない、やりますか。
サンダーボルトテンポ。怖くな、待ってろ。たまらんな。任せて。俺だって強く。こいつ邪魔だ。行くぞ。そこをどけ。俺は